皆さんどうもこんにちは、木更津です。お初の方は初めまして。ご先祖様と一緒、江戸探実況プレイパート117。前回を見てくださった方々はわかるかもしれませんが、ようやく推理も大詰めになってきました。自分のご先祖様である今市さんが切腹の危機にさらされた今回の事件、未来くんが存在しているから、切腹にならないんじゃないかって思う方もいるかもしれないんですけれども、未来くんが存在していた現代で存在していた期間っていうのは、未来くんがタイムスリップするまでの間だったわけですよ。今は江戸時代に来ちゃってるから、現代に未来くんは存在していません。そしてこの今市さんが切腹の危機にさらされる今回の事件は、未来くんがこの時代にタイムスリップするまでの間は起こっていませんでした。なぜならば、平七さんたちや鉄之助さんたちが未来くんに関わる前は、一番最初の亀吉さんの事件が起こったとしても、下手人は多分見つけられなかったと思うんですよ、本当ので。あの指紋の操作とかもできないわけだから、大黒屋とかの事件がその後起こっても、真犯人はきっと見つからずに、女中のお美代は自殺って形になってしまって処理されてたと思うんですよ、未来くんがいなかった場合は。で、そうすると抜け荷をしていたっていう事実も発見されることがなく、さらにその抜け荷のためのすごく曖昧な手形が発見されて問題になることもなく、それについて鉄之助さんが調べて書類に残すこともなかったから、この事件自体がきっと発生しなかったはずなんですよね。今頃鉄之助さんは普通に今市さんたちと一緒にひょっとここぞでも追っていたんじゃないかなって思うんですけれども、だからこそ鉄之助さんたちはそのまま普通に年を重ねていって、今市さんも子孫を残し、このあとやってくる未来の時代で未来くんは普通に生まれてくることができたと思うんですけれども、けれども未来くんがここ過去にやってきたことによって、タイムパラドックスがもうその時点で発生はしてるんですけど、運命が変わってしまいました。だから今回こういったことが起こっているわけなんですが、そのタイムパラドックスがある限り、未来くんが存在しているからといって、この運命がねじ曲がってした運命がねじ曲がってしまったこの時代で、今市さんの運命がね、切腹しないっていう未来に確定しているとは言えないわけなんですよね。だって今現在、現代の時代に未来くんは存在してないわけだし、実際にここにいるんだもん。まあいろんな矛盾をはらんでいるから、タイムパラドックスについてはちょっとややこしいんですけど、とりあえずきちんとね、ねじ曲がった運命の中でも今市さんが死なずに済むように、最後の推理を聞いてもらおうと思います。まあ前置き長くなっちゃったけど、行こう。未来さん頑張って。部屋入れ替えの仕掛けが行われたことを証明する証拠、それは前回木更津が間違って出してしまったこれ、百合の間の掛け軸。それはこの百合の間の掛け軸が証明してくれます。の間ってついてなかった。何？掛け軸が？どういうことだ未来、そんなもので一体。この掛け軸をよく見てください。この端のところ。端のところ、パッと見血痕には見えないんだけど、光ってるってこと自体は掃除さんでも理解できるよね。ん、これはなんか青白く光ってるような。あ、ルミナールですね。
ルミノール？そう、これはルミノールという血液に反応して光る薬品です。血液に？つまりこの掛け軸には血が付着していたんです。なんだと？どういうことだ？さっきの部屋の入れ替えの話をよく思い出してください。部屋を錯覚させるために看板を動かしたと言いましたが、本当はもう一つ動かさなくてはいけないものがあったんです。なんだそれは？もちろんそれがこの掛け軸です。掛け軸だと？桜の間と百合の間は同じ間取りで同じ内装の部屋です。しかし一つだけ異なるものが飾られていた。それが各部屋の名前にちなんだ花の絵の掛け軸なんです。さっきも説明した通り、事件は百合の間で起きました。そしてその時この掛け軸は当然百合の間に存在していたわけです。そして掛け軸に血しぶきが少しだけかかってしまった。おそらく老四郎さんは血を拭い取ったんでしょう。そして部屋を元に戻す時、それぞれの掛け軸も元に戻した。だけどルミノール試薬の反応をごまかすことはできません。もし部屋の入れ替えをしなかったというのなら、事件現場でもない百合の間の掛け軸に血痕はつかないんです。バカな、そんな証拠が。どうですか掃除さん、これが僕の推理です。老四郎さんが部屋を入れ替える仕掛けを使い、鉄之助さんを殺害したことは間違いありません。どうやら認めざるを得ないようだな。それじゃあお前の推理で間違いないだろうってことだよ。つまり天道今市は無実だったということだ。やりましたね未来さん。うん、やった、今市さんの無実を証明することができた。これで今市さんは切腹なんてせずに済むんだ。本当によかった。だが一つ問題があるの。問題？真の下手人があの浪人だってのは分かったが、果たして本人が素直にそれを認めるか？すっとぼけられたらちょっとややこしいことになるぜ。どうしてですか？幕府は一刻も早く始末をつけたがっている。あの浪人を落とすのに手間取るようじゃ、天道今市を下手人として事件を終わらせちまう可能性があるぜ。そんな。それなら大丈夫ですよ。何？あるものを調べれば老四郎さんの犯行は立証できます。何だと？あるものって何ですか？ちょっと待って、掛け軸を提出したらもう推理終わりだと思って油断してたんだけど。あれ？何を提出すればいいんだ今度は。老四郎さんの犯行を立証するあるもの、それは使ってないやつ。これか！わかった！そうだね。まだ使ってない証拠品って言ったらこれなんですけど、これを提出することによってなぜ犯行が立証できるかというと、はい、違った！あ、もう前回のパートでこれ出してたっけ？最後くらいビシッと決めろって言われちゃったよ。そうだ、事件の推理はもうほとんど終わったんだ。最後ぐらいしっかり決めて締めなくっちゃな。締まりのない実況で申し訳ない。どれ
を調べるんだ。看板は出したし、刀傷も出したでしょ。でも間違えてもヒットポイントのゲージが減らないのはちょっといいな。あ、ローシローさんの刀、ルミノール反応とか見ろってことかな。まあ、とりあえず出してみよっか。お、正解っぽい。このローシローさんの刀です。刀だと、どうしてそんなものが。もちろん、これが凶器だからですよ。事件でその刀が使われたことは、ラーマの傷が証明しています。人を切ったのなら、刀にはその痕跡が残っているはずですよね。なるほど、血の跡とか、刃こぼれとかですね。だが、達人なら刃こぼれせずに切ることもできるかもしれん。それに、血ならば洗い流せば消えてなくなるのではないか。それは心配ありません。僕たちにはこれがありますからね。あ、ルミノール。水で流したくらいじゃこいつの反応は消えません。刀が青白く光れば、それは人を切った証拠。その証拠があれば、ローシローさんを追い詰めることは可能なはずです。ついたものかっていうのとか、誰の血なのかってことまではわかんないかもしれないけどね。まあこの時代じゃそこまで追求されないでしょう。なるほど。しかしお前、本当に奇妙な品物ばかり持ってるな。幕府の目付である俺でさえそんなもの見たことがないぞ。ただものではない気がしていたが。本当かよ。お前たち一体何者だ。何者って。もちろん決まっています。おたくちゃん、江戸の名探偵ですよね。江戸に来てからこれで何度目の事件だろう。その度事件は一応の解決を見ているわけだし、江戸の名探偵名乗ってもいいのかな。江戸の名探偵ね。ところで総司さん、ちょっとお願いがあるんですけど。お願い。実は老四郎さんの刀、まだ詳しく調べられていないんですよ。刀は武士の魂だから勝手に触るなって言われて、せいぜい刀の長さを記録しておくぐらいしかできなかったんです。でも記録しておいてよかったですよね。いや、本当に何が役に立つかわからないね。それで刀を調べる許可を取ってほしいんです。幕府の役人相手なら老四郎さんも従ってくれるでしょうし。いいだろう、こうなったら何でもやってやる。お前たちに事件の真相を解き明かされたのは悔しいが、俺だって幕府の目付だ。目指すところは事件の解決、ただそれだけ。この事件を真の解決に導けるなら、なんだって手伝ってやるよ。ありがとうございます。総司さん、やっぱりいい人だな。で、やつは隣の部屋にいるんだな。そのはずですけど。では行こう。これで一件落着だ。はい。なんか背景がすごく寂しくなったな。刀や掛け軸がないからなんだけど。あれ、老四郎さんいませんね。え？そういえば宿から出ていくって言ってたな。刀もなくなっているし。まさか逃げられたのか。まずい、逃げられたらおしまいだ。刀を調べないと最後の立証が完成しないってのに。
真の下手人が分かっても逃がしてちゃ世話ねえな。あいつを捕らえねえと代わりに天道いまいちが処罰されちまうぜ。そんな老四郎さんを捕らえないといまいちさんの無実を証明できない。とにかく追いかけましょう。追いかけるって言ってもどこに行けばいいのか。誰だよ。なんだ今の声、老四郎さんの声じゃなかったですか？え、老四郎さん？宿の人が襲われたとかじゃなくて？宿の表だ、行くぞ。何が起こっているんだ？これはなんで掛け軸持ってきたんだろう。老四郎さん、どうなってやがるんだ。一体誰がこんなこと。そうだ老四郎さんの刀、あれがないと今市さんの無実を証明できないんだ。ない、刀がどこにもない。この足跡、大勢で囲んでめった切りか。そっか、老四郎さん一応剣の達人だもんね。不意打ちで多勢に無勢で奇襲でもしないと勝てないんだ。さすがの剣の達人もなすすべもなかったみてえだな。まさか老四郎さんを切った人たちが刀を。そうとしか考えられねえな。どうしてそんなことを。くそ、ややこしいことになってきやがったぜ。とにかく宿の中に戻るぞ。殺しが起きたんだ、奉行所の連中も呼ばねばならんしな。どうしてこんなことに。未来さん、これなんですけど。これは入りの間に飾ってあった掛け軸。これがどうかしたの？老四郎さんの近くに落ちてました。確かにさっき落ちてた背景のイラストに。宿のものなので一応拾ってきたんですけど。宿に飾られていた掛け軸がどうしてこんなところに。ゆり沼の掛け軸を改めて入手した。さてと、どうしたものかな。あの宗司さん、老四郎さんの刀がなくなってしまったみたいですけど、今市さんの無実の証明はどうなるんでしょうか。俺自身はお前の推理を信じてもいい気がしている。だが幕府の上層部となると話は別かもしれん。え？何せ決定的な最後の証拠が失われたわけだからな。おそらくこのまま天道今一を下手人として処断するだろうよ。そんなどうにかならないんですか？悪いな、俺も所詮一介の役人だ。幕府の上の決定には逆らうことはできねえんだ。ここまで来たのに僕は今市さんを救えないのか。決定的な証拠は何者かに持ち去られてしまった。そして真犯人の老四郎さんも口を封じられた。これ以上捜査を続ける手がかりは全て途絶えてしまった。本当にそうかな。さっき入手した新しい証拠、まあ新しくもないんだけど、掛け軸を調べてみたら何か進展しそうな気がするんだけど。僕は今市さんを。未来さん、しっかりしてください。悪いな、俺は一度お城に戻る。状況が変わっちまったからな。じゃあな、お前ら、縁があったらまた会おうぜ。行っちゃいましたね、宗司さん。どうしましょう、未来さん。未来くん、へたれすぎだよ、メンタル弱いよ。おときちゃんがこんなにしっかりしてるのに。未来さん、
僕は今市さんを救えなかったんだ。何のためにこの時代で今までやってきたんだ。だけど僕にはもうどうすることもできない。僕たちは今市さんを助け出すことに失敗してしまったんだ。本当にこれで終わり？嘘だ！こんなところで続かないで。後編を引き続きプレイしますかと出ているんですが、こんなところで区切りたくないから続けます。けれども動画時間がやばいから、今回のパートはすっごく歯切れが悪いんですが、ここで一度切りたいと思います。いや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 、今市さん助けるから。木更津はまだ諦めてません。そして多分おときちゃんも諦めてません。心が折れて諦めそうになっているのは未来くんだけ。だから多分おときちゃんが葉っぱかけてくれるんじゃないかなという期待をしつつ、次回のパートで後編をプレイしていきますので、もしよければ皆さん続き見てください。それでは。